歌手パクジェボム、個人事務所を設立、カカオエンターが巨額を投資。LG 電子が人工知能技術で作ったバーチャルヒューマンキムレア、歌手デビューへ。ユン・ジョンシンがプロデュース。ミスティックストーリーと業務協約を締結。韓国学を研究する学者ら26人、ディズニープラスにドラマスノードロップの配信について考え直す要所感を送る。BTS、防弾少年団のヒット曲バターをモチーフにしたマスク、一箱7枚入りで3万5千ウォンで高すぎると物議。バターマスクは1枚あたり5千ウォンとなるが、一般的な KF94 マスクは1枚あたり500ウォンで約10倍の価格。ネトフリックス脱出を一人島に出演した簡素4。過去の芸能界での活動が韓国で話題。2006年、SBS のオーディション番組で9位となり、JYP とスター帝国で練習生生活を送る。その後、ナインミュージスのデビュー組に入るもデビューは叶わず、ウィーというグループのメンバーとして活動した。1.27 開催第11回ガオンチャートミュージックアワーズ側、ラインナップ公開。NCT127、NCT ドリーム、スタック、カンダニエル、ザ・ボーイズ、レッドベルベット、ブレイブガールズ一重引用譜、シャイニースタンディングエッグ、オーマイガール、イムジン、イチャンウォン、イムヨンウン、テヨン、ホーミーズ。義理の元交際相手のソンジャホ氏、国会議員補欠選挙への出馬表明で年齢が26歳ではなく21歳であることを告白。義理との交際発覚時、義理の7つ年下と報じられていたが、実は2000年生まれで12歳差だった。